ありがとうございます。昭和46年、フォークグループ、アクリシアが歌われた、翼を下さいという曲でした。ごめんね。次は2ページ目をお開けくださいませ。愛の参加がエディット・ピアスさんというね、47歳で若くして亡くなってしまったシャンソン歌手の方が作られたこの2番愛の参加ね。
教科書に載っております。3ページ目です。失礼いたします。いいですか。秋のルーキーで山もみじとでは歌ってみたいと思います。
ポッポのブルースリー、これご飯ね。もともとはアメリカの曲でした。日本でね、平井堅さんという歌手の方が2002年に歌って皆さんに知れるようになりました。大きなブルドッグでございます。一つ失礼いたします。失礼します。5番目です。歌ってみたいと思います。お願いいたします。Thank you.
皆様、そのお隣、6ページをご開けください。長崎の鐘というね、戦後すぐ藤山一郎さんに歌われた曲です。浦上天主堂という長崎のね、戦災に遭ってしまったそこの瓦礫の中から見つかった鐘なんですよ。とても悲しい現実だったんですけれども、この曲 の、 あの終わりの方は未来に向かうようなメロディーになっております。とても素敵な曲ですよね。歌ってみたいと思います。長崎の鐘です。Oh,
1949年、昭和24年にできた曲です。はい、次は7番目、ふるさと、ね、どなたにも終わりになる、お産業しますよってね、ご存知でしょうか。では、ふるさと、歌っていただきたいと思います。はい、4小節。Thank you.
たんですね。はい、次は知床領事ですね。昭和35年の森重沙耶さんというね、歌手であり、女優さんであった方が、失礼いたします。次です。お話しよろしいですか？知床領事です。では知床領事です。今では世界遺産ですよ。Oh,
ます。うまいね。恋心ですよ。あ、気分は似合いなくて、はい、10ページ目をお待ちくださいませ。エンリコマシアスさんというね、シャンソンの主の方が作られた曲です。これ10番、はい、あ、そうです、10ページ目です。結構ラテンな感じ。はい、はい、じゃん。あとね、少し休憩いただいて。